次の人。名前はチャイさん。そうです。職業はロックスター。ん？未来のロックスター。もういい？あ、はい。え、あそ。アームストロングプロジェクトよ、バンダレイキャンパスへようこそ。よし。皆さん、ようこそアームストロングプロジェクトへ。テクノロジーと人体の完璧な融合、共にいい人生を築きましょう。ではバンダレイテクノロジーの CEO、 ケール・バンダレイです。今日は歴史的な日、素晴らしい皆さんがより素晴らしくなる日なのです。我々のロボットパーツでバンダレイは常に人助けをしてきました。今回の参加者である皆さんは人間がどんなに特別になれるかを証明する存在です。さあ行ってより良い人生を手に入れてください。彼の連れなんだ。スペシャルパス。名前に呼ばれたみたい。最高の人材を揃えるはずだろう。生産部に言われたのよ、実験台が必要だって。で、マーケ部が手配した。レッカ様のせいにすんじゃないや。目立ちたがり屋の開発部長残存に。必要なのはインフルエンサーだ。なのにあいつらは負け犬だ。大丈夫？本当だな。失敗は許さん、不良品は出すな。なんだこのガラクタ。チェックポイントへお進みください。よっしゃ、チェックポイントってどこ？まあいっか、とりあえず行ってみよう。
前さん、オラがいい感じで積み上げた荷物、それとも出口を探してるのか。なんてこと、掃除めちゃくちゃされた。あなたのジャンプ、とにかく。マジで今の手術きつかった。たまんねえ。言ったでしょ、一度に10箱しか。これは終わったわね。今まで一緒。よし、このダセー服とおさらばだな。X ダスト75、廃棄物の磁力選別機能。待って、廃棄物の磁力選別？異物混入の警告、不良品だな。連れて行け。それ武器？あ、違うと思う。こっち抵抗するぞ。待て、何？勘違いじゃなきゃ。1、胸にミュージックプレイヤー、絶対に何かの間違いだよな。2、プレイヤーでロボットアームが起動する。3、何もかもビートとシンクするようになる。それで、信じられないけど、曲が流れ始めると、なんかまるでステージにいるみたいだ。行くぜみんな、今日も上げていこうぜ。チャイゴ登場。こいつのアタックはミュージックとシンクロするんだ。見てみたいよな。まずはワンビートで繰り出すライトアタック、つなげればコンボになるぞ。チャイ、早速頼むぜ。オーケー、次はビートに乗ってコンボを決めろ。パーフェクトのタイミングはこんな感じだ。
タイミング。あーイエス、アタックがビートからずれることはない。だが完璧なタイミングでアタックボタンを押せばボーナススコアがもらえるぞ。オーケー、いい感じだ。 Go to next。 お次はガツンとヘビーアタックいってみようか。こいつはアタック一つに2ビート必要だ。間のビートを聞き逃すなよ。余裕だね。いいね、じゃあビートに乗ってヘビーコンボ行ってみようか。 Go! チャイ！もっといけるはずだ。もう一度、誰がやったんだろう。不良品だ。違う、俺はただ、じゃあ行っちゃうよ。排除しろ。俺すごくね。てかとっととここを離れようっと。はいはい、生産部のビッグボスのレッド様だ。不良品がこの庭で野放しになってるらしいじゃねえか。いいか、その不良品を見つけたらバキバキに壊してこの道にしてやる。レッド様の庭で不良品は出さ、この目が黒いうちは。おっかねえ、こりゃ逃げるに限るね。そこの君、何か困ってないかな。え、お前何。僕はバンダレイの AI 冷蔵庫 VASF07 型ヒエルンって呼ばれてるんだよね。なんか緩い名前だけど。君のウェルビーイングを分析、君が満足できるようにサポート。ちょっと苦痛を伴う。おい、苦痛はやだ。君にはミュージカルロボットパワーが備わっているんだよね。僕は君の不良品がどうやらビートに合わせて攻撃、課題とまでは言わない。ビートに合った攻撃は敵へのダメージが増えるんだよ。人によってはビートを見つけるのが難しいこともあるよね。そこで攻撃は常にビートと同期している。そしてビートに合った攻撃はいいこと尽くし、攻撃がヒットする瞬間にもう一度攻撃ボタンを押せれば完璧。へえ、なるほどな。それでも難しい場合にはリズムアシスト機能を使うと良さそうだね。説明だけだとなんだし、僕でちょっと試してみない。俺に殴られた。僕は君のビートを受け止めるよ。さあ、ここ。じゃあ次はヘビーアタック。
思った通りだよ、さすがだね。よお、お前いいな、俺のことよくわかっ。君のことなら何でも見通す。おいおい、今ちょっと寒気がしたぞ。練習したいならまた声かけてね。動きが怪しい。かもな。はい。お探しかな。捕まえろ。よ、やるかい。さて、これからどうしましょうかね。ねえ、大丈夫？あの子を助けてくれてありがとう。助けはいる？お、ラッキー。こっから出たいんだけど。それならなんとかできそうだけど、お願い。ねえ、大声で会話するの疲れんだけど、なんとかなんない？いいわ、今アクセスパネルにハッキングした。スイッチを押してこっちに来て。バトル見てたよ。どっち？君の個人情報を分析したところ、ビートに合わせてドッジすると3回まで連続ドッジできて、さらに空中ドッジはバトルだけじゃなく普通のジャンプでは届かない場所に行くときにも使えるんだよね。そして君は今ドッジからライトアタック、ヘビーアタックへ繋げられるはずだ。いや、全然考えてなくて。遠慮しなくていいよ。でもドッジの直後に、そう、一度僕で。よし、痛くても我慢。その痛みが僕を満たすの。やったね、ヘビーアタックの僕。素晴らしいよ。はい、リフレッシュドリンク。おいお前ら、サボろうなんて思ったら鉄くずにしてやる。ハロー、俺だよ。猫助けてやったろ。手を貸してくれるんだよね。あれ、もしかしてこれって失敗かな。よく逃げてきたわね。ここよ。じゃあさっさと行こっか。あ、さっき戦ってたよね。私とチーム組んで助け合わない？あ、てっきり。周りはセキュリティだらけ。助けてあげるよ。待て、ちょい待ち。おいおいおい、さっきのお前だったの、その猫？違う、この子は八百屋。猫だけど私が作ったの。聞いて、言った通り。あのさ、確かにミュージックロボットアームの威力はすごいけど、でもさ、一人の方がいいかも。ちょっと聞いて、バンダレーは何か企んでる。だからサンキュー。でも結構
間から反応がない。何をしたの？待って、今の感じた。今のビート、すごいことが起きてる。待ってたぜ。お、そいつはお友達か？サンキュー、ヤオヤ。新しいスキル、ビートヒットのお披露目だ。こいつはコンボのラストを決めるボーナスアタック。コンボの最後、タイミングサークルに合わせてどれでもいいから攻撃ボタンを押すんだ。ものは試しだ、やってみよう。ヒットをクールに決めるにはカウントダウンをよく聞いて2つのサークルが重なる瞬間を狙うんだ。今度はヘビーコンボでビートヒット。好きなタイミングで始めていいぜ。これ超いいじゃん。ビートヒットはダメージを稼ぐ上で重要だ。ビートを感じる、そのフィーリングを忘れるな。やおやだっけ、なんか俺らいい感じじゃん。なあ、さっきの件考え直してやってもいいけど、ちょっとこの猫借りるよ。あ、なんでよ。俺に協力してくれるんだろ。大丈夫、こっから出たら返すって。もう後で絶対返しなさいよ。新しい友達かな。君の友達は俺たち。それよりビートヒットが、すげえなお前。ビートヒットを発動できれば絶大なパワーを、君が音楽好きならカウントを聞いてそれに攻撃を合わせられるかな。そうじゃなくてもタイミングサークルが重なる瞬間を狙えばいいよ。それでもダメならビートヒットが発動するまでコンボのヨーヨーで攻撃ボタンをビートに合わせて押すんだ。ビートヒットは必要になるから僕と練習しておこうね。まずはライトコンボから行こうか。君ならできるはずだよ。あ、今のなし、もう一回。次はヘビーコンボに挑戦だね。君の輝きを見せてくれ。すごいパワーだね。僕ゾクゾク来ちゃった。もっとやりたければまた来い。全部みたいね。そんなに悪い状況じゃないかも。オッケー、今のどうやってやったか後で聞かせて。説明不能、お前の番だよ。どこか知らないけど逃げなきゃ。ここは生産部、外に出るには QA センターを通らなきゃ。見える？建物が多すぎる、どれか分かんないよ。建物に QA センターって書いてあるんだけど。あー、そっか、あれに。でもあそこを通ると相手が待ち伏せしてるかも。外に出られるんだよね。レッツゴー。
だけじゃここを出られないわよ。シンプルイズベストってやつ？はあ？今はそうじゃないでしょ。狙われてるんだから相手の裏を書く作戦が必要なの。じゃあ裏を書いて正面突破で。あんたバカなの？それは裏の裏で表なのよ。社長、生身じゃないお前がよく言う。マジでここにいるって会ってねえだろ。それ早く階段しよう。追加工程繁栄のため新たな予備を追加しました。なお追加された予備は就労義務が発生します。ご了承ください。やあつあ僕気づいたんだよね。この世界は君のスーパーミュージカルパワーに合わせて動いてるんだよね。それ俺も気になってたんだよ。リズムを取るには周りを見ればいいんだよね。周りで動くものみんなビートを刻んでいるんだ。それ若い人たちが言うゾーンに入るってやつだと思うんだよね。そうか、まあとにかく、そっか。ああ、大事なこと。周りがビートを刻んでいるって言ったけど、それはバンダリ。録画データによると、バンダレイのセキュリティたちは君と同じようにビートに合わせて動いてるみたい。つまり敵の動きを観察すればビートに合わせて攻撃、ビートに合わせてか。おや、あたまには安い。つまりレストライトアタックがヒットした後、一泊レストしてからライトアタックをつなげるとまた別のコンボになるんだよ。レストではクラップが鳴るからそれでタイミング取ってみて。このコンボは敵を空中に浮かせるとっても使えるコンボなんだよ。おお、いいじゃん。君ならそう言うと思う。僕の心に打ち今の良かった。はい、ドリンクをどうぞ。俺近道見つけたかも。はいはい。うわ、ここマジ広いな。キャンパスってより街って感じだ。世界をリードするテクノロジー企業だからね。自分たちの権力を誇示したいのに、私はその裏に隠れた真実を追っているの。へえ、探偵ごっこ。自分は名前も教えてくれないのに。今さらここまで聞かなかったんだし、後にしましょう。俺はチャイ、よろしく。チャイ？まあいいけど。
血だらけだな。バッテリーの製造を開始します。赤いレーザーには手を触れないでください。当たり前すぎ。なんだろう。私なら触らないけど。まあ死ななくてよかったわね。とりあえず。逆になんかすんげえみなぎってきたぜ。八百屋はロボットアームに多量のエネルギーが蓄積されたって言ってる。放出してみたら。するなよ。パワーコード。ついさっき君のことは何でも見そうでした。スペシャルアタックはリバーブゲージを消費して放つビートヒットが命中すると敵はバッテリー落とすんだ。それでリバーブゲージを貯めるんだよね。でもバトルが終わると貯めたエネルギーが消えてしまうんだ。君はあまり多くのエネルギーを貯めておけないみたいだから、貯まったらだんだん、よく言うよな、使わなかったことを一生後悔する。そうじゃなかったと。いたぞ！ビッグ様の命令だ！破壊するぞ！おい！
あれ、停電だ。ジェネレーター壊れてんな。直せる？近くに工具とかは？道具？いや、もうちょっといいこと思いついた。ビートは止まらないってな。ジェネレーターチェックしろって言っただ。騙しただろ。ああ、作業が遅れたら俺誰かが直したみたいです。休暇は希望日の6ヶ月前に承認される必要があります。なお、ロボット従業員の傷病休暇は認められておりません。超むずいんですけど、すぐ仕事するから。ヘビーアタックとライトアタックの組み合わせコンボにビートヒットってのはどうだい？今ならここで試せるぜ。アタックとライトアタックのミックス、リズムは少しトリッキーだが、いってみようか。こんなもんじゃないだろ。パーフェクト。そうこなくっちゃな。コンボをもう一つ用意した。乗りこなせるかな？
すぐだぜ。決まってるでしょ、待ち伏せされてんの。俺は無敵だから関係ないね。私はここらを管理してたんだな。こういうのもあれだな。まあいい仕事。ここらの仕事はお気に召さないか。なかなかだと思うのだ。勘弁してくれ。仕事があるんだ。お前さんに箱は壊された。だから、いい仕事だった。なあ、思った通りじゃん。問題ない。リラックスしろよ。ご紹介します。生産部のボス、レッカー！やれやれ。ヘイヨー！そこにいたか、もやし野郎。レッカ様の部下と生産部をコケにしやがって。何よりそう。そうだ。不良品を出さないレッカ様の気楽は！セキュリティに殺されそうだった。アームストロングプロジェクト使用許諾契約例外規定ちゃんと読んどけ、バーズ。不良品はリコール。あー、リコール？殺されるってこと？言い方なんてどうだっていい。チャ、それはマーケティング部の管轄だ。とにかくバカなお前がフラフラと来てくれて助かったよ。レッカ様が手を汚さずに済む。言ったよね。ようこそアームストロングプロジェクト品質保証テストへ。うちの QA は業界最高峰だ。ヘイヨー！
歓迎だ。そりゃよかった。お料理はマジでうまい。おお、そりゃよくない。QA 検査レベル100万ノリノリでいっちゃう。かかってこい。チャイ、相手の両手は検査用で特に脆いみたい。変な言い方するね。まあいいけどさ。このマシンの出番が来たぜ。今宵避けてみろ。
どんな曲も終わる。まあね、でも今度は黙ってついてきて。マジでここを出なきゃ。今回は文句言わないで。はいはい、わかったよ。まさか怖いの？え、別に、ちょっと暗いけど。でも雲なんかいたりしないよね。それかロボット雲とか。お願い、ロボット雲がいませんように。うわ、ここ、この中。ハロー、猫ロボット。スネアトラップ。お前何？アニメのキャラ？これがすごいパワーの原因。私はペパーミント。待った、その声、お前が猫？八百屋は私の目と耳なの。でもあんたを好きになったみたいね。うーん、またやめて、猫は返すから。寝てないで立って、さっさと仕事するよ。で、八百屋じゃなくて、お前言ったよな、助けてくれるって。ええ、でもその前にスペクトラの調査。それ何か知らないんだけど。内部告発レベルだから知っていたら。まあね、私たちはそれを暴こうとしてる。チームは小さいけど。チームってお前とその猫だけ？そういえばロックスターだっけ。あんたはギター弾けるの？え、それはその、まあ、はい、口だけやろうね。いい？ここは通路とリフトと行き止まりだらけの迷宮よ。しかもセキュリティはいやいや、ここまで俺行けてないでしょ、私なしじゃ。もしちゃんと手伝っ、しゃあね、手伝っ、決まりね。これがアジトね。まあさっき一人増えたけどね。俺ってばビップ。ああそうだ、私があんたのアップグレード手伝えるかも。私はバンダレーのエンジニアってわけじゃないけど、ギアがあればもっとあんたを強くできる。強くする？特設ショップを用意したの。ここでは新しいアタックが習得できる。
購入するだけよ。ここでは新しいスペシャルアタックが習得できるの。物によって必要なリバーブゲージの数が変わってくるから、買う前に忘れず確認してね。あとスペシャルアタックは装備が必要、忘れると使えないから注意して。スロットに好きなスペシャルアタックを装備すれば、それで準備 OK。 最後に、ここではアップグレードの購入が可能よ。これはアイデアはあるんだけど、まだそうね、準備中って感じかな。ギアだけでそれ全部やれんの？見くびらないで、私はあんたの想像よりできますから。ならお手並みを拝見しますか。